レックスがリーラムく一番好きっすね、うん、<熱い> <laughs> やべえ <laughs> <laughs> 実家のすぐ裏の通りかまぼこ通りっていう、うん、かまぼこ通りな高校とかも皆勤賞見た目はこれだけど日本生まれのパーフだなみたいなそれが自分のアイデンティティかな,な逆にね逆にメキシコのこのシティで一番ヤバい危険な街があるから、はい、散歩しに行こうマジでじゃあ帰るかぐらいの時に、うん、人を倒れて,て、うん、近づいてったら血出てるみたいな感じになってもっと近づいてたら生えたかってるみたいな、うん はい、ということで、今日のゴールデン・ワーシュ・ h ー o d c a のゲストは D-RAM くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。よろスタジオの D-RAM です。よろしくお願いします。え、何スタジオえっと、404って書いてある。そうだよね。ヨレヨスタジオ。ヨレヨなんだ。そう、ヨレヨ。うー。それは何、どっから来てるとかあるんですかこれ、友達が考えたんですけど、そもそも俺らが、このよくたまってた友達の家のマンションが404。ああ、そういうことだ。はいはい。で、なんかその、 まあクルーとしてやり始めるときにどうするみたいな。どうするってなったときに、うん、404号室だし俺たちなんかいつもよれよれだからよれよれみたいな。よれよれだからね。<laughs> ちょうどそのときなんかあの風邪薬系のこのデーってなるやつ<ー> <laughs> ハマってて <laughs> みんなそれ飲みながら「よれよスタジオか」<laughs> みたいな「いいねそれ」みたいな感じでよれよスタジオになりました、ね。そういう感じなんだううえ。YouTube とかもそれでやってるっすもんねその名前で。そうですね。 それはなんか多分、まあ、ラップスターで多分知ってる方多いと思うんですよね。はい、まあ俺もまあラップスターで見てぜひインタビューしたいということで、はい、まあ今回、声かけさせてもらったんですけどいいややちょっとまあリリックも深掘りしたいなみたいなのはあったんだけど金があればできたことを金のせいにしたくないんだ、はい、だから、仲町と自分でやった曲に MV 制作、はい、これはヨレよス,スタジオのみんなだったのかな。 ラッパーの人でまだ売れてない人ってまあ当たり前にみんな金ないと思うし俺らも全然言うたらそんな金ないし本当は高いお金かけていろんな,なんてうんですかスタジオとか行ったりとか MV 作ったりしたいけどそれもできないからじゃあ自分らでやるしかないよねみたいなじゃあやろうよみたいな感じで自分たちで機材とかマイクとかも買,うし買ってまあ家でレコーディングとかもするし MV とかも。 まだ全然安いカメラっすけどそういうので撮ったりして iPhone とかで撮ったりして自分らで編集して出したりとか、えー、もうそういうふうに自分たちでできることは自分たちでやろうよみたいなすごいねはいえっ寄れのみんなは何人ぐらいいるんですかメンバーは一応6人ぐらいいまてラップやってるやつが4人と、はいまあ、あとその YouTube とかそういう企画やってくれるやつとあとカメラマンも1人 1>、うん あカメラマンがいるんだはもう全然地元に今いなくて沖縄に住んでて沖沖縄沖縄に住んでてはいて、はい、そいつもそいつでカメラの仕事をやって,て <laughs> あそういてう沖縄に今行って,てはいて、はい、帰ってきたりとか沖縄行ったらそいつにビデオを撮って作ってもらったりとかもするし、うん、もう本当にいろんな感じっすねラップやってる4人もそれぞれスタイル全然違うしそれぞれが好きなようにやって集まったのがヨリオスタジオみたいな。 ちょっとそこでで深掘りしすか風邪薬がどのこのみたいな話をしたんですけど結構そういう過去があったということなんですかいやまあそんなハードにハマってたわけでもなくてなんかシンプルにこういうのなんかあるらしいよみたいなやっぱ通りたくなるじゃないですかそうういあるよね年頃とかもあるしなんかそういうので曲作るのハマってる時期とかもあったし別にそんなハードになって。 こう自分がんになったりとかなんか誰かに迷惑かけたりとかはなくて普通にもう楽しめる範囲で友達たちと家に集まってやることもないし曲作るかゲームやるかじゃあまあ風邪薬いくみたいなとかはたまにありました最近はもう全然ないですねそうねもう全然ないそうかそうかなるほどね全然それも遊びの一環遊びの一環でねそういうことかなるほどなるほど今日ちょっとまあリリ君の方にまたもうちょっと持っておこうと思うんだけど 俺が見せる世界も俺の見てたほんの一部の世界、うんはい、俺は俺に作らないよ限界、はい、ここら辺は何か何を思い何の覚えがあって書いたとかってありますかそうっすねまあでも普通に思ってることそのままこのリリックにしたみたいな感じなんですけどちょっと俺も見ようかなうん、うん、なんかその、うん、あ送りますけどこれあでもあそうっすね今ちょっとドりしちゃっていい っかオンにしてオ、ね、ンにしてもらってはいラムちゃんねラムちゃんの i p h o ラムちゃんの i p h o で <laughs> そうっすねはいはいはいまあなんかこれまあむずいなどうなんて言ったらいいのでも自分もう本当にこのリリックのままでなんか俺がこの曲とか、はい、YouTube とか MV とかもそうっすけどうん、うん こう見せれるのってうん、うん、自分がこう見てきて自分を通してこの見せたいものとしてそこに残したものしかこう見せれないじゃないですか全部を見せることはできないけど俺がこれ言ってるのは俺の全てではないしまだ俺の,この一部だよでも俺の見てきたものなら伝えられるよみたいな。<ー>その上でなんか 俺は限界はもちろん作りたくないというかいけるところまでやっぱり行きたいじゃないですかそうだよね男だからどんどん上行きたいし自分で設定したらそこまでになっちゃうから限界が自分的には限界作らないでどこまでいけるかみたいなこの「ラップスター」っていうオーディション番組で上一番目指すみたいな番組でもあるからそういうリリックも入れた方がいいかなみたいなななるほどね感じでもともとラップ自体というかそういう制作みたいな。 いとといつぐらいからかか始めたんですかラップ自体で言ったら高校2年か3年ぐらいの時にフリースタイルみたいなその当時サイファーみたいのが各町にこうんとかサイファーなんとかサイファーがあってで地元にもその小田原サイファーっていうのがあってでその当時遊んでた友達と「あるらしいよサイファー」みたいな「どうする行く?」みたいな「じゃあ行くか」みたいな感じで遊びに行ってでそっからフリースタイルを何年かやって。 でもまあ21とかぐらいですかねサイファーっていうかこのバトルとかの,このブームがちょっと去って自分らの中では違くなってでもラップやりたいよねみたいなでもサイファーしてるだけじゃないかなみたいな時に曲簡単に作れるらしいよみたいな<ー>ガレージバンドとかで携帯なんか実は簡単に作れるらしいよえそうなのみたいな感じになってそれも今の「ヨ o ヨスタジ s のメンバーとかで自分たちでこうビートを その友達が作ったやつに自分たちで声当てはめてみたりとかう<ー>そういう感じでやりながらみたいのが制作で言った初めてですかね<ー>そう21とかぐらい十一とかぐらい、はい、え今はいくつなんだっけ26あ十六なんだってことは98年98年だ、はい、おなるほどね,でねはい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 はははい 5年4年5年ぐらい今年で4年か5年ぐらいですねはいはいはいそれまではもうもっぱらサイファーキッズみたいなあそうなんだもうフリースタイルどこでもいっちゃうよみたいなえ感じでしたねはいはいはいバトルとか出てたんですかバトルも本当にちょっとだけ何回か出たことありますねちょっと恥ずかしながら恥ずかしいながらんで恥ずかしいですかいやちょっと YouTube とかにもぼちぼち残ってるんですけどいや今見たらラップ下手じゃねえみたいなんか フリースタイルバチバチかますよのつもり言ったけど意外と下手だなこうやって見るとみたいな思いながら今見るとちょっと恥ずかしい,いな当時はもうでも本気でかましに行ってたからまあ頑張ってたんだなみたいなめっちゃ恥ずかしいっす今見るとまあでも自分をこう作るこの何て言うんですかピースの一つだからそれもまあ別に無駄ではなかったかなみたいな思うっすね地元が小田原地元が小田原ですが 神奈川てた神神奈奈川川ですの方だ。えどうだったっすかミックスハーフだもんね。そうっすねハーフっすね。ハーフどことのえっとお母さんが日本人でお父さんガーナ人。ガーナだ。はははいいでお父さんはもう一緒に住んでないんですけど全部ちっちゃい頃に親離婚して自分は小田原に来てみたいな。でお父さんとももちろんでも全然仲いいんで1年に12回とか全然会うし全然仲いい感じで。でも まあそうですねそこからずっとオーダーラなんで特にミックスの友達が周りにいっぱいいたとかでもないしまあ自分は自分かみたいなはい、はい、感じでしたねえ。じゃああれなのやっぱそこでなんか、まあ、結構いろんな子が俺とかもそうだと思うんだけど結構そのハーフだったりミックスだったりとかするとさ、うん、やっぱその自分と周りは違うわけや、うん、どうしてもすぐ見えちゃうわけや肌、はい、とかでそういうのでなんかアイデンティティで考えた時期とかそういうのあった いやーまあちっちゃい頃はそれこそ何て言うんですかね逆に日本のちょっと考え方じゃないですけど周りとこう合わせなきゃじゃないけどこの周りの同じことをやった中でこうちゃんとこの数字とまあテストでいい点数取るとか,なんかそういうのにばっかり目いってたけど大人になるにつれてあでもやっぱ自分 まあブラックってハーフだしミックスの,その良さっていうかのにはなんかだんだん気づいていったというかうん、うん、ちっちゃい頃は本当にもうどれだけこう目立ちたいけどまあ目立たないようにするみたいな,、うん、なんていうんですか <laughs> 難しいんですけど <laughs> ううううでもなんかまあこうなるにつれて大人になるにつれていやもっと自分の良さ生かした方がいいよなってそう,、ね、そういうのにはまあ気付いたかなとラップもその一つだなとも思うし。 持ち味は生かすべきだろううっていラップ始めてからそれこそもうすごい気づいたっすねうんじゃあやっぱラップでなんか自分に自信を持てるようになってきたみたいなそうですねうん、うん、本当にそんな感じっすうん、うん、あそうなんだ、うん、髪型とかもそうドレッドやドレッドっすねけ結構長いんすかもうな長いよね髪は長いよね,そうすねもうこれはもうかれこれ2年ぐらいはほう直して伸ばしてって感じやり続けてでもドレッド自体は 途中外したりしてるけど多分二十歳ぐらいからずっとええもう長いねじゃあ56年もう56年ぐらいはずっとドレッドでやってますねずっと同じ店であそうなんだはいドレッドにしようと思ったきっかけとかあるそれもその時は専門の卒業式専門学校行ってたんですけど何の学校やったんですかえっとそれも美容の専門学校行ってて美容師に当時なりたかったんでそうなんだはいで卒業式だしなんか いいい髪型ななかと思ってそしたら「ここじゃね?」みたいなドレッドずっとやりたかったんですけど学校的にもギリいいか悪いかみたいな国家試験とかもあるんですよドレッドだからテストとかもあるからドレッドってできんのかなみたいな思ってたんですけど卒業のタイミングでじゃあドレッドしようかなみたいなそういうことかでやってみたらたちまちハマっちゃってドレッド以外無理だみたいな

端っこ入れたりとかして入れてくれるんですよ。言ってああそうなんだ。はい。えなるほど。もう全部なあのナチュラルヘアもういやこれはエクステしてる？エクステもちょっと入ってますね。あ金髪とか赤の部分はエクステで。ああそうすると。ちょいちょいこう混ぜながらみたいな。はいはいはい強度もすごいあって硬くて全然崩れないんですよねこのドレッド。めっちゃありがたいです。すげえな。実際さ俺結構この番組とかでよくよくあるあるっていうかさはいはい。結構まあるあるでいろんな人に聞いてんだけどはい。ブラックですとかにはい。なんかドレッドだったりコンロとか日本人とかさっ それについてどう思うかみたいな俺恒例行事みたいな感じで聞いてるわけよ。自分もそうすね自分はもちろん似合ってるからやってるつもりだしただ別に日本人の人とかがやるのも別に自分自身は抵抗ないし好きにやればいいんじゃないかなとは自分は別に思っててここまできたらというか時代も時代だしファッションの一部としても浸透結構してるじゃないですか何とも。 まあ、もちろんこの本場の人から見たら、うん、なんで日本人がとか、まあ、アジア人がみたいな人もいるかもしれないけどここまで浸透してるなら別に誰がやってももういいかなみたいなのは個人的には思うせり、まあ、ただ、うん、ブラックの人がやった方が似合うよなとは思うですね <laughs> 普通に。でも日本人でも似合ってる人っていうかか、うん、かっこいい人自分もいっぱい知ってるいるし、ねうんうん、だからもう全然。 やりたい髪型にみんなやろうぜって感じですね <laughs>。<laughs> いいね、いいね、いいね。そうか、そうか。え、エワードは。あ,あ、エワードっすね。ああああ使う?。ま、自分は。う,ん、うん、そんな積極的には使わないっすね。はい,は,いは,いはい、はい。自分的にも、まあ。それこそ、自分がもっと。その周りにミックスとか、うん、そのブラックの友達がいっぱいいたら、日常的にも。 そう使ってたと思うんですけどずっと日本で周りも日本人で育っちゃってるかこ中身が結構日本人っていうかはい、はい、だからなんかまあもちろん言っていいのかもしれないけど自分が積極的に使うのも、まあ、自分的に今は違うなというか,<ー>なんかもっとそれを例えば海外で友達がいっぱいいてはい、はい、その中でこう使い合ってるとかそういうナチュラルな感じになったら自分も使っていいかなと思うんですけど日本人と友達の間で言う必要もないまあそう、ね、じゃないんで今自分は。 ブラックの人だったら俺は言ってもいいかなとも思うんですねうん、うん、むやみに使うのもまあちゃうかなとも思う,、ね、うんですけどまあそうね、はい、難しいよね使うべきか使わないかもそうですね難しいです,、ね、いす自分の意見だけではもう決められない系やつ自分はまああんまり使わないですけどって感じっすね曲とかで使ったことある？うん昔はまだ全然ラップ始めたての頃とかは、うん、なんかこのシャウトみたいな感じで使ってたりしたっすけど、うん、最近は逆にあんま使わないかもしれないです、ねうんお 特になんかまあ今はっていうか、うん、まあちゃうちゃうっていうかねうん、うん、まあ自分は今は使わないかなみたいな使うタイミングが来たらその時は使うかもしんないし別になんか積極的にそれを使わなくてもまだ言いたいことあるしみたいな感じっすね、うん、曲とかでもそういうことか、うん、なるほどねさっきなんか結構自分は中身日本人みたいな話だけどそれはどういうところで感じたりするいやーまあそうですね まあずっとここもう26年日本に住んできてるし小学校中学校高校まあ専門まで普通に学校も高校とかも何ていうんですか全部皆勤賞みたいなぐらいおそんなにちゃんと一緒に一緒にすげえな普通にちゃんと言ってるんですよか特になんか別に悪いことしてるとかじゃなくて普通になんかまあ部活もやってたしあそうなんだそういう環境で育っちゃってるからまあ見た目はこれだけどまあ中身日本人だなみたいな英語も別に喋れないからなんか別に まあ見た目とかはその生かす部分とかはい、はい、中身ももちろんあるですけどでもあくまでこの日本生まれのミックスのハーフだなみたいな。はいはいはい 意識はなんか忘れないそれこそそれが自分のアイデンティティかな逆にね逆に良さかなとは思ってですねなるほどね何の部活やってたんですかサッカーサッカーやってた俺もサッカーやってたんすよサッカーやってたんですかいいですねどこだったんですかポジション俺はフォワードやってたんですフォワードやってたんですか自分も小中フォワードだったんですけどもう疲れるのやだなと思ってバックになったですねセンターバックになったですね そうか絶対クあんましないもんあんましないと思ったら頭結構使うから無事みたいないきなりはできねえみたいなそっかでも小中高全部やったんだそうっす9年間じゃねあ違うかもっと12年か12年間やってたええださすげえ長いね結構長いことやったっすねずっとサッカー一筋でもないけど結構ずっとやってたっすねえそれはなんかサッカーでさ将来やりたいとかそういう感じあったの 小学生ぐらいの時思ったんですよね。あれだよね。なんかこの、ま地元でも、まぼちぼち足早いし、まあぼちぼち前から、まあこれプロでしょみたいな。思ってたんですよ。小学生ぐらいの時。でもやっぱこう中学校上がって、それがまあ地元。でも結構強いチームというか、に入ったんですよ。自分らの代も、この一気に三十人とか入ってみたいな。すげえの。結構なんか強いチームに入って、そこで気づかされたんですよね。現実に、あやべえやついっぱいいるわみたいな。 俺なんか下から風えたが早いなみたいな感じになっちゃって <laughs> そうっサッカーでこれいくのは無理かもみたいな感じになって<ー>まあでもなんかサッカー好きだし中学の時はまあでもちょっとサボりながらでもサッカー好きだから行ってみたいなんまあ高校もなんか何もやらないのもなみたいなまあそう、ね、思ってでサッカー部入ってでも高校やりきったらまあ終わりにしようみたいなそこは決めて。 そんな感じですね美容師をちょっとやろうと思ったきっかけとかあったそれは自分の親戚おばさんが美容師でずっとちっちゃい頃から髪も切ってもらっててそうういことかそれでサッカーになった時になら美容師かなみたいな思ってなんか結構自分これだって好きなものみたいなのが見つかると結構こののめり込むっていうかこの一個に集中するみたいな。はははいいい だからそれでもう中学ぐらいからは美容師やろうかなみたいな感じでまあ専門までは行くかみたいな感じで行ったっす、ねね、そういうことかなんかそれで言うとさラップスターのごめんラップスターのやつに一気持っち,ちゃうんだけどはい、はい、時間は流れる実家のか,かまぼこ屋も潰れる <laughs> あったったすねはいはい、はい、えこれ実家かすかまぼこ屋で <laughs>、うん、まあなんか元をたどると自分のおばあちゃんのおじいちゃん、はい ちちゃくちゃく長いやんそうなんですよもう結構すごいかまぼこ屋で自分も話しかほぼ聞いてないんですけどでおばあちゃんもこうずっと働いてて、えー、で何ていうんですかねまあ自分の親戚がまあ今経営してるみたいな感じなんですけどちっちゃい頃からそのおばあちゃんがいるから学校帰り鍵貸してみたいな遊びに行ったりとかかまぼこ屋はしたっすけど。なんか特別思い出があるとかでも ないっつったら違うけどリリックルーツでもあるけどでもかまぼこめっちゃ好きかって言われたらみたいな感じもあるしでもまあ好きっすけどねかまぼこうまいしやっぱ小田原の名産でもあるからそうななんんだだこらけですよそれこそ自分ちの実家のすぐ裏の通りかまぼこ通りっていう名前が付いてるぐらい普通にかまぼこはそこら中にあるみたいな。 そういう感じなんでまあ小田原の良さっていうかもう入れるためにもまあこの離陸は必要かみたいな思って入れたっすね。え今実家はもうやってなくてお金ソーす去年なくなっちゃって去年なんだしてそうなんですよ。はい、去年なくなってまあ家自体は自分 おばあちゃんは働いてたけどお母さんは別にかまぼこ屋で働いてるわけじゃないんでまあ家はあるけどかまぼこ屋自体はもうなくなっちゃったっすね後継ぎの人がいないからってことみたいな感じだと思うですねなるほどねすげえなかまぼこって小田原の名産って知らなかったっすあマジっすかでもうまいっすようまいんだ小田原のかまぼこ小田原魚何でもうまいんでああそういうことえそんな海に近かった海めっちゃ近いっすねあそっかそれこそ自分家から1分で海なんでえあそうなの 途中海散歩しに行くっすね晴れてる日とかはめっちゃいいっすねめ海とかいいっすね波の音聞きながらみたいなリリック描いたやですかそれこそラップスターのリリックとかはこう海でこう考えてというか浮かんだみたいなこれだみたいな感じパってメモってもう速攻バーン走って家帰ってすぐ近くだから速攻レコーディングしてみたいな感じでしたねすげえななるほどね 海調子いいんですよ。海調子いいね。バカ調子いい。バカ調子いいんだ。え、サーフィンとか海系のアクティビティはしないんですか？いや、サーフィンはその小田原の海結構厳しいというか。ああ、うん、そっか。海蝿がちょっとあ。あ、そういうこと？あ、そういうことか。はい、あ、何それガラガワレビだそういうこと？いや、なんかまあその組合じゃないけど、入んないと,とサーフィンあんまり海でできないよみたいな。はい、しきたりがあるらしいんですよ。<ー>自分もあんまやってないからわかんないですけど、<う>しきたりがあるらしくて、ちょっと面倒だから行いいかない。<laughs> 自分的でも結構活発ですよ、みんなサーフィンやってるし、でも海がすごい深いんですよね、足つかないぐらい深いんですやややばばばいいい海水浴とかも結構危ないというかやってるんですけど、だからもう危険だからサーフィンは小田原おすすめします、もっと湘南の江の島とか行ったほうがいいですね、そそっっかか俺、あんまり泳ぎが得意じゃないから、ああ、でも自分も、そう、ブラックガラリアだから、ちょっとおかし あるかもしれない、あれ、あれ、あれだよね。俺がその時じゃないから、海とかちょっと怖いよね。怖いすねたまに入るけど、がっつり泳ぎたいと思えないというか。怖いっすよね。普通とかはね、行きたくないよね。行ける人いるやん、わかる。絶対無理、俺。マジ無理。マジ無理やで、ロープ伝っていきたいですもん、普通に、端っこの。マジそれだ。バーベキューぐらいがちょうどいいよ。バーでね。チャプチャプみたいな。いいかな、波で。 それでいい考えながら本当になるほどねいいですねいいですねそのあとはあれですね高いビルとマンションが山と太陽を覆い隠してる流れるように動き出そうあふれてる方を見にありがとうはいここは自分の地元のことなんかなそうっすねまあんかうんまだかやっぱラップスターのリリックだからってもあるんですけどやっぱこの町のこととかやっぱそのかまぼこ屋とかもそうですけどまあそうだね 実際小田原、結構最近マンションとかがめっちゃ増えてるってへ<ー>、外からこう住んでくる人も結構増えてるんですよ。で、まあ、新幹線とかも止まるし、人増えるのはめっちゃいいことだけど、なんかこの自然とかが自分も直接見たわけじゃないけど、自然とか破壊されてるのかなみたいな。なんかこの こっからあの山見えたのに見えなくなってるみたいな、はいはい,はいはいはい、マンション建ったなみたいな、えー、気づいた出来てできてたわみたいなとかをなんかこう感じながらずっと過ごしてたんで、うんうん、なんかまあそれなんかいいなと思って、そういうことか、そうですもん。 いいことなんだろうけど人増えるのはでも、一丁いったんだなみたいな街を見てて思うっすね、すごい。今すごいよね、特進ていうか東京とかも常に工事やってるよ。間違いないっすよ。ねどどどどんんんんんだだけけみみたたいいいいなななな俺地元札札幌幌もっっっててるるよよすすすごごう まあいいんだろうけどな街を活性化するっていう意味で言ったらいいんだろうけどまあねまあ遊んでた場所とかこうなくなってったりとかそういうのはなんかちょっと悲しくもあるとだうね しかも誰のために作ってんのかなってめっちゃ気になるんだよね。いや思うっすね。人数だってその別に減ってるよね。人口なんてね。多分日本ってね。そうっすよね。そうだよね。外国人がめっちゃ来るんかなとか俺勝手に思ったけど。ああ確かに確かに。ちょっと怖いっすね。陰謀チックになって。インボーチックインチックやってくる。俺さっきストーリーで日本滅亡危機みたいなそういう流れきてどういうことみたいな。それに引き寄せないとまずいっす。ね気をつけないとちょっと。気をつけないとね。今週末じゃからねそういうのとすよ。気をつけないと。 そっかで溢れてる方面にありがとうこれはあれかなクルーだったりとか自分の周りの友達とかのことかなそうですねうううんんんま自分よくリリックにこうありがとうってそれも二回ぐらい多分入れちゃってるんですけど曲でも入れてるしみたいなまでもなんかこのありがとうってなんかこう当たり前だけどこ当たり前じゃないっていうかこの感謝とかって忘れがちじゃないですか自分とかも実際多分昔そうだったと思うし まあだからこそ自分にも言い聞かせるっていうあれで離陸とかによく入れるっすねありがとうってなんかみんなにもよく言うしその方がまがみんな気持ちいいかなみたいなありがとうって言われて嫌なやついないじゃないですか。 もうそれだけでいいかなみたいなまずはそこ言うことが大事みたいな思ってますね自分はありがとう重要だよな俺もめっちゃ思うですいややっぱそうっすよねありがとう言わないとなんかなんかね何についてもねありがとうって言った方がこうプラスのエネルギーになるというか本当そうっすねねと思うっすねなるほどね。 ヤこっからちょっと多分ビートチェンジが入ると思うんですけどそうですねそうですねヤンヤンちょっと今はこれ曲流れてないから分かんないと思うんですけど、うん、もし見てくれた方はここでガーって一気にだから今回のビートむずくなかった普通に俺全部聞いたんだけど深いやむず,むずかったっす <laughs> いや正直、まあ、全部聞いたんですよ自分 <laughs> あのー、誰だっけ KM さんのビートをすごい何回も転調するっていうあれうまく乗れるやつ何なんだろうみたいななんか <laughs> 普通にいいい意味でめっっちゃれてねねみたな思うす自分はだからジグさんかユキチさんのビートめっちゃいいなみたいななんかチるい感じっていうかチるい感じの曲も自分結構好きなんでそっちで最初考えてたんですけどユキチさんのビートで考えてたんですけどジグさんもいいなと思っててユキチさんので完成したんすけどレコーディングもしたんすけどなんかちゃうぞみたいななんか自分で聴いててなんかちゃうなみたいな。 でもうそのリリックてか今日までに絶対これ曲作んないとビデオ間に合わないみたいな自分の中の日があってその日の。 午前中にレコーディング終わったんですけどいや無理で違うわと思ってでバーン海行ってジグさんのビート聴いてたらなんか降ってきてというかあそういうことなんだもうそこバーンって書いてその日の午後に曲全部レコーディング終わらせてビデオ取りかかってみたいなやっぱジグさんのビートなんだかんで言ってでも一番乗りやすかったかもしれないですああマジではいそうかそうかすごいよかったですねビートチェンジが多かったよね全部ビートチェンジしてちょっと待ってビートチェンジって今まであったっけみたいなんかなんか超レベル上がってるじゃんみたいな

頭につける D パーカーにバックポケットにドープ速攻火つける h e y さ、ここは <laughs> まあここはねどこまで言おうかな,などこまで言おうかな,な <laughs> <laughs> まあなんかまあこのその最初に海で離陸考えてる時にこの鼻歌でフローしててドーピンマイゾーンあ来たわみたいな感じになったんですよだからドロップインマイゾーン特にめっちゃ意味があるとかではないけどなんかこの 来いよみたいな感じニュアンスでというか「来たこれ」みたいない、はい、自分がこれで来たからもうこのまま行こうみたいなああそういういことだったんだそこからこう書き始めてんで、まあ、なんかこの、まあ、ラップだからちょっとうまいこと言いたいみたいな感じでドリフト走行を頭につけてでなんかこのなんていうんですかねめっちゃ走ってる感じでうん、うん、このイニシャル D の感じで,、ね、で俺も D ラムだしみたいな。そうこと の感じでちょっとま,まとめておいっいいっすねそうでパーカーにバックポッケにドープそ攻つける日、うん、<laughs> これまあリアルっすよね自分のいつものたたずまいっていうか <laughs> まあこの感じでまあポッケドープ入ってるねみたいな <laughs> <laughs> どこのポッケかまあ言えな,ないけどねまああったら火つけるし <laughs> もうそのまんますね想像通りのなるほどね自分の今の状態を書いてるってことだね、はい、え D ラムっていうのは どっかから来てるんですかあ、まあ、ラムがまずこの本名をしててそれでこの D が、うん、これもめっちゃ特別意味があるってわけでもないんですけどうん、うん、昔その別の名前で活動しててバトルとかそれこそ出てる時はドナルズっていう名前でやってたんですよ。そ<ー>それでのドナルズも あるじゃないですかあれをそのまま字で読むと「MC ドナルズ」みたいな読めるじゃないですかそれをこのラップ始めたての時に「これおもれ」みたいな「MC ドナルズおもれ」みたいな感じになってそのまま付けてそのままつけて「MC ドナルズおもれじゃん」みたいなそっから「MC ドナルズダサいな」の時期が来てじゃあ変えようってなって「ドナルズ」になって。このヨレスタジが始まる時に いいやこれドナルズも,もう捨てるかみたいなでもこのドナルズにもこう世話になってたから<ー>まあなんか入れなきゃなと思ってこの D ラムにして<ー>まあこの D にはもうこっから自分がこういろんな意味をこうつけようみたいなあそういういことでもラムはもう本名だしうん、うん、この D はこれから俺がいろんな意味つければいいやと思って<ー>ドナルズでもあるし<ー>まあ言うたらこうデスティニーの「運命の D」でもあるしみたいな,、はい、なんかこうかそういう俺 誕生日が四月で、誕生石みたいなダイヤモンドなんですよ。うんうん、だからもうダイヤモンドの D でもいいしみたいな。そういうふうにここから自分がこう価値をつけてこうっていう意味でもなんか D は残して、まあ D ラムみたいな感じにしたっすね、えー、名前は。なるほどね。はい、すげえな D ラムですね。すねなるほどなるほど。I don't give a fuck. Men do I k n み絡むロード。はい、はいはいはい。ここまでで行こうかな一旦。はい <laughs> でもいいいけどやちょっと一旦たちょっと待ってどこで切るかがむずいよねむずいっすねどこで切りたいっすか逆にまあもう2小節ぐらいもう1小節いってますアンドギバファック面倒はあのしがらみ絡むードありがとうって鑑賞スが多すぎるここで聞きましょうかそうですねここはこのちょっと部分だけちょっといいっすかまあアンドギバファックマジで面倒小田原あいい街でもあるんですけどはいはいはい ちやっぱあ怖い大人の人たちもいるしあんまり派手にやりすぎされちゃう時があるんでそういうのは面倒だから俺も興味ないよと。でその上でさっきもリリックで言ったんですけど「ありがとう」その感謝忘れてるやつが多すぎるっていう地元だけじゃないですけどんかもっと。 みんな感謝伝えた方が良くないみたいな。その全員に言ってるわけじゃない、みんなも言ってる人もいると思うし。うんうん、ただなんかその。なんか自分が感じるいろんな海外とか。うん、いろいろ見た中では、なんかこうちょっと。ありがとうのう薄,薄さを感じるっていうか。なんか日本の。あ、日本のだ。そう、ね、特にね。なんか、別にみんなに言いたいわけじゃないし、言ってる人はいいんですけど。うんうん、なんかまあ、もっと。 伝えた方がいいんだろうなみたいな。俺が伝えたいことはそれだなみたいな。だからありがとうって感謝忘れたやつが多すぎるって、うん、リリックでまとめたって感じですね。なるほどね。はい、それは何、ね、感謝っていう部分でってこと。うん。なんかまあもちろんこの形式的なコンビニとかでありがとうございますとかはまああるじゃないですか、ね。まあそうね。っていうよりもなんかこの友達とかがなんかしてもらったらありがとうとかなんかそういうなんかこう例えば ありがとうではないけどこの飯を食う時に「いただきます」とか「ごちそうさま」みたいなとかもまあその祈りの言葉みたいな感じじゃないですかそういうのとかも自分はなんとなく大事にしてて自分で飯作っても絶対「いただきます」って言って「ごちそうさまで終わるし」みたいな,なんかそういうこの言葉になんか宿る魂みたいなのは大事にした方がいいかなってそれぞれがみんなあると思うんですけど自分はこういう「ありがとう」とか「感謝」みたいなのはすごい大事に。 してるっすねここからがマジで気になるんですけどみんな気になると思うんだけどまあそうねお前はスターになりたい俺は生まれた時からスターあここもむずいな目機に行こう二日目に街に転がる死体当たり前に支配されすぎてる世の中果たし合いじゃないこのゲームは己の生かし合いここ結構なんか。 どういういいことみたいな <laughs> まあ聞いただけじゃんみたいなそうだよねやべえこと言ってるけどどういうことみたいな感じっすよね。だからまあこことかもお前はスターになりたい俺は生まれた時からスター、まあ、それこそ何回も言うんですけどこれラップスターに応募するやつだからスターとかそういうニュアンスの言葉はもちろん入れたかったんですけどなんかこのよく友達と話してるのが、はい、なんかこの。 スターだったやつはこのスターになる前からこのカリスマ性というかこのそのまんまの感じでいってるからスターなんだよみたいなスターになった瞬間から俺はスターだぜって感じじゃなくて例えばマイケル・ジャクソンはもうジャクソン5の子供の時からポップスターだったじゃないですか大人になったからああなったわけじゃないというかで俺やっぱすごい人たちってみんなそうだなと思ってても,もちろんその日常の顔とかがあるのは全然いいんですけどでも自分。 にこれも言い聞かせるっていう意味でも俺は生まれた時からスターだよみたいなお前らはスターになりたいんでしょみたいなちょっと煽りの感じこれも番組的にそっちの方が盛り上がる番組のために考えてあげてるんだ自分もこの通りたいら。そうだよね通りたいというかこのまあラッパーってこのちょっと生意気な感じや。だからその感じでちょっとう煽りではないけどお前スターになりたいのか俺はもともとスターだけどなみたいな。 で入れたすねそんな感じで、この次っすよね、メキニコ。カがメキニコを2日目に街に転がる死体、これやばいねって。どういうことみたいな死体っていうリリックをラップスターで初めて聞きましたも多分言ったっすね。そうですね。誰も言わないと思うんですけど。いや、これはマジで実話で。はいはいはい。去年、一昨年ぐらいにメキシコに自分3ヶ月ぐらい、このクルーのみんなっていうか4人ぐらいでマジ行ったんすけど。 その時にだからメキシコ空港着いてまあ町に行って宿泊まって2日目にじゃメキシコの,このシティで一番やばい危険な町があるから散歩しに行こうよみたいな言い出してそのメキシコに同じクルーのやつが結構2年ぐらい合計で住んでるんですよ。最初1年ぐらい行っててで俺らよりもその行くタイミングよりも半年ぐらい前に行って。 俺らはなるほどなるほどでその俺らが行ったタイミングの2日目でその危険な街ちょっと見に行こうよみたいなそういうこと電車乗ってそこの街も言うたら普通のコピー商品とかが置いてるお土産通りみたいな5 0 0ルぐらい両脇ずっとお土産っていうかこの偽のナイキとか偽のジョーダンみたいなのが置いてるみたいなシャネルとかも置いてるみたいな通りがあってそこがまあ メキシコシコティで一番危険とされてるみたいな<ー>言うたらちょっとこう路地とか見たら確実にお前決まってるよなみたいな子供とかが目がこんなマジでンとしてる子供とかがいるんですよ <laughs> でわい全然いるんですよねははははだいでまあひとしきりその町をこう見てう,ん、うん、うわこれがメキシコかみたいなまだ2日目だしすげえなうん、うん、人も多いしいみたいなそこの町はもう が盾を持ってるんですよく映画とかで見るシールドみたいなガチなやつだガチなやつで銃も持ってるし「やべえ」みたいな「こんな初めて見たよ」みたいな感じで街を一周してって「帰るか」ぐらいの時にんか人倒れててめっちゃ前に「ああ倒れてるわ」みたいな「やっぱメキシコよあるあるだよな」みたいな近づいてったらんか血出てるみたいな感じになってもっと近づいてたらハエえたかってるみたいな感じになっちゃってるんですよ。 でもう自分のもう記憶でも,もう鮮明に思い出せないぐらいこう衝撃 <laughs> そうだよね。で<ー>も,うもう確実にこれはもう触れーズも,もうこれはしたいだろうみたいな感じででももうメキシコの人たちはその横も車バンバン通るしマ<ジ>もうその横でタコス売ってるぐらいの「oh、my god。マジかよみたいな「<laughs> これがメキシコっすか?」みたいな自分ももう衝撃で「2日目だぞ」みたいな。<laughs> うわ洗礼受けたわさすがにみたいな調子乗れないねこれみたいなうそうだねそうだねやあれは怖かったっすね確かにやばいあれはマジで衝撃だったんでリリック入れざるを得ないというか確かに確かにもうびっくりしちゃってその町もそこから何回か遊びに行ったんですけど <うん S 1> すごいね <laughs> すごいね気持ったわ私 <laughs> と一緒に何回かお土産もそこで買ったし帰るときに <laughs> 結構何回か遊び行ったっすね。<laughs> は,いは,いは,いはい、すごかったっす。あの衝撃は。ええ<ー>、まあ、三か月ね。しかも。そう、三ヶ月。何し、何してたんですか。メインは。いや、まあ、遊びに行くっていうのが、まあ、一番。いい、なんか、合ってる言い方というか。はいはい、特に、この、まあ、音楽を作るというか。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。やっぱり、この。ラッパーだから。まあ、そうね。刺激。 あるものとか見たことないものを見て離陸リリとかにしたいじゃないですかもちろん日本にいてもそういうのもできるけどうん、うん、自分とかはどっちかというとなんかもっと世界とか見たいなみたいな思ってる中ですでにこうメキシコを開拓してくれてるクルーのメンバーもいたから。 じゃみんなでメキシコ行こうよっつって頑張ってお金貯めてメキシコまあ遊びに行ったっすね本当いろんなとこ行かせてもらってはいはいはいいろんな人とも会わせてもらったしいろんなおいしいウィードも吸えたしメキシコならすごい良かったっすね経験としてはすごいねいいねいいね結構海外にまあそこめシェア行ってるみたいなそうすか刺激もそうだし海外 楽しいいいじゃななですか見たことって日本でもまだまだ行きたいとこいっぱいあるんですけど海外やっぱいいよなみたいなやっぱりどこ行っても楽しかった思い出しかないから今のところ怖い思いもしてるんですけどそうねそうねまあほんとにメキシコ特に3か月もほぼ住んでるみたいな感じで行です3か月ってだからもうやっぱ一番人生の中でも結構大きい刺激もらってるっすね本当になるほどねそうか まあでもなんかすごいな、俺、メキシコとか行ったことないからラテなんか南アフリカ、アメリカだけ行ったことなくてあなそこだけめっちゃ行きたいみたいな。あ南米やっっぱでもいいっすよ メキシコすごい良かったですみんなが思ってるほど逆にでも危険じゃないですねあそうなんだはいまあその死体転がってたりもしたしそれはすごい別件で友達も行ってその4日目に携帯パクられてるんですよおいしいありそうお米でばカか携帯パクられてるんですけどこれも洗礼だなとう。気をつけないといけないねみたいな学びだよねこれもみたいな感じででもなんか気をつけてれば別にほぼほぼ日本っていうか日本は言い過ぎだけど別に安全は安全特になんか 乱射がめっちゃ起きるとかでもないしたまに銃声は聞こえるっすけどね街の中でもでも全然気をつけてれば全然楽しい街だしみんな陽気だからそうね。確かに南米って陽気のイメージあるよねほらみたいなめっちゃ話しかけてくるみたいな自分はちょっと違うけど日本人好きだからメキシコって日本文化とかもすごい精通してるしアニメとか漫画もめっちゃあるしそうなんですよだからもう 普通にみんな日本人見たら「オラ」みたいな声かけてきて全然フランクに話してみたいな全然あるっすね,っす,ねはあ、はあ、すげえな、うん、何,何がうまかった俺メキシコフードめっちゃ好きでさいや,やっぱタコスっすよね,すよねあれ神神神神っすね <laughs> <laughs> 普通にほぼ毎日タコス食っててああいいねいいね <laughs> ああ安いしね安いしめっちゃ本当に当時の価格で言ったらマジで 七十円とかで普通に一個くらいそうだよね全然食えちゃうんでなんか行きつけのタコス屋はタコス一個買うとコンソメスープが無料でついてくるんですよ熱すぎんだろみたいなそれも一緒に食ってすぐ後ろにあるこの 生りジュース屋さんみたいな目の前でいちごとかパイナップルとかすりおろしジュースにしてくれるんですよそこでジュース買って帰るみたいなお決まりのルートみたいなのがあったっすね普通に散歩しながらなるほどねタコスはやっぱ衝撃だったっすねうまいなかなかないよねしてこっちあんまないっすね思ったより少ないよねうまいものがないなんか珍しいというかそうですねメキシカン料理屋がまず少ないよね少ないっすねもっとタコスとか浸透してもいいのになって確かに だからまあ自分らはイベントとかやるときはその自分の友達がタコスを作るんですよ。ホルティーヤを業務スーパーで買って具材、ね <laughs> えー、とかも自分で切って<笑><笑>すげ<え>これあの時の味だよっつって <laughs> ちゃんと表記も何円でかっこ何ペソみたいな。<laughs> 向こうでいうとこ何ペソみたいなの書いてイベントとかで売ってるんでよかったらヨレオンの出るイベント遊び来たらタコ救えるかもしれない暑いですねそれは自分たちのイベントっていうか出るイベントで持っていくってこともちろん許可は取るっすけどもし OK 出たらその鉄板とか持ってって自分で作ってますねすごいねいいねいいねそのメキシコ行ってる彼だ彼だその子はラッパーなの 最初にメキシコ行った彼はラッパーですね一緒にやっててそいつともう一人ラッパーが一緒に行ってあと今映ってないんですけど後ろにいる YouTube とか担当してくれてる彼も一緒に行ってその4人でメキシコに行ったんですよでその YouTube やってくれてる社長って呼んでるんですけどあ社長って呼んでんだ井上社長井上社長 うちの井上社長がもうイベントでじゃタコス売るぞみたいなおおって儲けとかも関係ないしもただこの余れの名前とタコス売りたいみたいなその一心でもう布教してるっすね今いいっすねマジでうまいっすよタコさんマジうまいマジでうまいマジうまいよね確かにねおもろなるほどねそういう感じだそういう感じっすでこの次当たり前に支配されすぎている世の中うん まあでもこれは一個前のこのメキに転がるし、うん、町に転がる死体ともちょっとつながるっていうねメキシコ行って2日目でこう死体見ちゃったじゃないですかこんなん当たり前通用せんじゃんみたいな。日本でこう どんだけ危険なとこ歩いててもそんな感じではいないというかさすがにねいないじゃないですか死体な,なんか普通に転がってないしなんかこう自分の常識をこう一気に覆されたというかそんな見たことも聞いたこともないよみたいな。 あなんか意外とこの安全、うん、まあ日本めっちゃ安全だなと思うんですけど逆にこの当たり前だと思ってたこと当たり前じゃないんだなみたいなのになんかこのメキシコに行ってちょっと気づかされたというかだからなんかもうそれもそのままこうリリックにしてちょっと当たり前に支配されすぎてんぜみたいなうん、うん、その上でなんかこの果たし合いじゃないこのゲームは己の生かし合いっていうのはなんかこれはまあちょっとあれですよねだから競争もちろんこのラップスター出してるから競争ではあるんですけど。うんうん 誰かをこの蹴落としてこの上がるっていうよりも自分をもっとよく,よく見せてっていうか,なんいうんですか自分の,この持てるもので勝負してこう上目指した方がよくね、果たし合いじゃなくてこの己の生かし合いで決めようよいそういうのがこれ、ファイアやなこれいいね、相手を殺すんじゃなくて自分を生かすことによって勝つっいいと思います そそれが一番大事ですよねはうう思誰かこう蹴落としそういうリリックはちょっと好きじゃないし誰かを攻撃したりとかうまい感じのディスとかなんかこの感じだったらいいですけど比喩みたいな感じで伝えるとかないいですけどただ相手をディスったりとか <laughs> 俺らが最高でお前らダメだみたいなリリックとかあんま面白くないかな聞いてても思うんで。うんうん、自分をもっとこう よく見せるっていうか自分の持てるもの全部出して上がろうよみんなみたいなはいはいはい結局それできてるやつが上がってるとも思うしそうだねホンにそうだね思いますねなるほどねいいっすねんか結構平和主義者だ感じつるよね聞いてると気のせいのかな平和主義ではあるかもしれないこれだけじゃないですねでも自分もそうだしクルーの友達とかもみんなそうなんで無駄に争いたくないみたいなところありますよね別にギャング スターででもなないいしギャングではないから俺たちはラッパーもちろんやってるしヒップホップの文化ももちろん好きだけどうん、うん、別に誰かを攻撃して金を巻き上げたりとか、はい、そういうことがしたいわけでもないし自分ら自分らのこうやれることをやってうん、うん、誰かになんか評価されればいいかなというか評価究極されなくてもいいしみたいな自分らがこう楽しんでるのがまず大前提にあるからなんか無駄に人は攻撃したくないし。 まあ裏切ったりとかもなるべくしたくなないいじゃないですか、うんね、なるべくとかしたくないじゃないですか自分らは裏切られたこととかもあるからなおさらもそういうのももうなしにしようよというか俺ら仲間内はまあ少なくとももう死ぬまで一緒だよくらいのその感じでもうピースでラバンドピースでほんとにやってるっすね全員そうなんで夜のスタジオはうんうん、うん、いいねいいね<の>なるほどね ちょっと人種的な感じになっちゃうけどさ結構やっぱさ黒人とかだとさ、うんうん、なんかちょっと攻撃的とかさなんかちょっと不良っぽいとかさはい、はい、特にドレッドだからさ、うん、結構そういうなんかイメージ持たれたとかすることあ,、まあ、あることはあ,るあ,あるっすねあるっすねあるやっぱやっぱりまあ見た目自分でも思うんですけどちょっと怖いっていうか <laughs> まあ見られがちなんですよだからこそ、うん なんかこう必要以上にこのおらつかないようにはしてるかもしれないですねん自分はもちろんそ,のそれぞれの人のスタンスなんで俺は何でもいいんですけど自分的にはもうすでに見た目怖いのにうん、うん、これ以上おらついても怖がらせるだけだし別に実際自分そんなに怖くもないしうん、うん、なんかそれを。 おらついて強く見せるみたいなのは自分的には違うかなみたいな。<ー>だからなんかもう人当たりも自分の中で良くしてる方っていう。は人見知りでもあるんですけど。あそうなんだ。そういうのもあって、うん、まあなんかこの必要以上に強くは当たらないというか。<ー>まああ。でもこう自分を曲げすぎるのもまあ違うからそうそ,うそれはバランスが難しいよね。バランスっすよね。まあ怖くはないですでも。 見た目よりは全然,、ね、全然怖くない、うん、なんか俺もサイファーで見た時より、はい、YouTube とかで、ね、見た時の方が結構柔らかい感じなんだなみたいなそんな感じな <laughs> そう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 思って結構 YouTube とかのコメントとかもちょくちょく見るんですけど、はいうん、勝手に探いやつだと思ってた <laughs> いいやつとで安心したみたいな「<laughs> よかった」みたいな。<laughs> ちゃんと見られてる最 <laughs> 最高だ、ね、最高だだ、ね、YouTube 結構すごくね今結構なんかいやありがたいこと出してるよね,るよねはい、あ、見られてるしうんうんうんやっぱりあそこ出るだけで変わるな世界みたいなそうねそうねったっすね正直んかさやっぱあのー ラップスターで出てくるラッパーとかもさ、はい、そのラップスターでこうじゃあサイファーの後にあのに曲出したりとかリリースしたりとかまあ EP 出すとか,なんかそういう動き方は結構みんなやってるけどなんか自分たちでコンテンツを作り始めてやるみたいなのは結構ないのかなと思って新しいなと思ったのいいか 思ってすげえリスペクトというかいや最高のムービーやみたいな俺らはさこういうことやってるからさやっぱさそうコンテンツの大事さがすごい分かるというかさ人を見せることの大事さがすごい俺はめっちゃ重要だと思うからそれ見ててめっちゃいいなと思ったんだけどそれはもう何ラップスター決まった瞬間がこれやろうみたいな考えてたいやもともとはまあそれも社長がうちの,その言ったら去年のラップスター終わりぐらいからやるぞ実家スターみたいな言い出したんですよ。 その実家スターって今名前でコンテンツ投稿してるんですけど社長が「やるぞ実家スター」い言い出して「はい、<laughs> それはなんだ?」みたいな「俺らも分かんないん」やべえ」なんか始まんのかなみたいなで「やるぞ実家スター」の入りだけ取って1年後、はい、1> 今回のラップスターの時にもう1回「やるぞ実家スター」って言われたんですけ、はい、間何も分かんない,みたいな <laughs> とりあえずだから俺ともう1人来るやつはとりあえずラップスターに応募しろみたいなもちろんするつもりだったんですけど、ね。はいはいはい ししろて落ちたらんかこのリベンジの感じで言うたら言い過ぎですけどあんな番組お前俺らが終わらせてやるぞみたいなぐらいの感じで実家スターやるぞみたいな感じで始まったんですあそういうことかそうそうそしたらんか通っちゃって「やべ通ったぞ」みたいな普通に「あれ?」みたいな「ちゃんと見てるな」みたいな「俺通っちゃったちゃんと見てるぞ」みたいなそうなるとちょっと趣旨変わってくるとのうからラップスターの誰も 見せなないいじゃないですかサイファーまでどんな感じその地元がどういう感じとかもこう勝ち進まないとこう見せてくれないからもちろん勝ち進んでもやるつもりだったっすけどもう今は逆にそのサイファー出てもういろんな人目に止ま,る、うん、止まったからもう逆にここからこう自分たちがどういうふうに活動してるのかみたいなのをこう見せるというかこの「実家スター」というこの。 名目は変わんないですけど落ちちゃったんでそれこそリベンジぐらいの気持ちでこっからやるんですけどうん、うん、でもほんとそんな感じで、まあ、ラフに自分らの、まあ、こっからもう一人その応募した自分のクルーのやつと曲作ったりとかこのもう他のラップスターに出てた、うん。はい

転がされてるですねうまいこといいねちょっとこうクルーでこう助け合ってるのがめっちゃいいよねだからできるのかもねそうですねそうですね思いますねそっかそっかまあんか最初の俺も見たのもあのね一番最初のあのサイファーの前の日の筋入ったやつとそういうのやたちさ実際に出た動画見てリアクションみたいなのもしてたあねやりましたねどうだった自分見てみてサイファーあその動画見てあいややっぱり びっっくりしたっすよね想像よりいいというか自分まあもうあれなんですけど落ちたっていうメールは結構早い段階で来るんですよめっちゃ早い段階で、はい、サイファーもこのみんなが今見てるよりも全然早い段階でもう撮ってるもんね撮っててでもうサイファー動画とかも,もうこの審査員が下手して発表される前ぐらいにもう数字来てるんですよ合格か不合格かみたいな。えーで だからもうサイファー動画を見てない状態でメールだけ来て不合格ですみたいな感じになってみたいな <laughs> 落ちた、終わったみたいな逆にだからそうなるとなんで落ちたんだろうみたいな入っていっちゃうというか。なんかこの メロディーがなんかキーがずれてたのかなとかリリック間違えてたりしたんかなみたいなまあなんか単純に審査員が好きじゃなかったのかみたいなポジティブに考えることもできるしそればっかりこう巡っちゃうというか頭で放送されるまではまあそうだよねしかも自分 G グループだからめっちゃ遅いそうね最後の方だもんねめっちゃ最後の放送だったんですよそうだはいはいはいめっちゃ長えみたいなでこの ABCDEF みたいなどんどん放送されてしかもいいやつめっちゃいいし こいいつは絶対よかったたじゃんみたいな何回も見てるしみたいなこの中で俺、落ちたどうなるみたいなやべえどんなパフォーマンスしてたんだよと思ってっであの日、見たらやべえじゃんみたいな自分でももう友達とわーって動画でも,もう見たら分かると思うんですけどバカ盛り上がっちゃって <laughs> こんなに良かったんかいみたいな逆にありがとうみたいなまあ落ちたけどな逆に良かったかなみたいな。 本当にそれこそそこからこの実家スターというコンテンツにもつながって確かにめっちゃいいなみたいな,なんか普通にまあサイファー自体も自分的には一番良かったんじゃねサイファー自体のバランスっていうかこの要素は自分でも思うしなんかもともとその現地でもめっちゃやばいサイファーにしましょうみたいなその5人でめっちゃ話しててそそうなんだの控室みたいなところでやっぱこの 自分そそれこそ実家スターでもまあ喋ったんですけど一人一人がこう淡々とラップする感じのサイファーだと、まあ、サイファーの良さないかな,いなまあそうね。自分的には思ってやっぱりなんかあの言うたら2016年の,あのフレッシュマンサイファーのビル・オッケーとかフェイナー・のサーベスジとか出てるああいう感じのみんながこうやってるサイファーとか楽しいじゃないですか見てる方も楽しいしそうだ、ね、やってる方ももちろん楽しんでると思うからそういうサイファーにしたいですよねみたいな。 だから自分とかがんがん愛の手とかも入れてねそうだよね入れていいっすかっつって全然いいっすよみたいなカーズくんとかもそう言ってくれたんでじゃあもうやるしかないですねみたいな感じでしたらまあいい感じにもう使ってもらって確かに確かにいやめっちゃ最高だなみたいな普通にサイファーとしても最高だなみたいな自分のパフォーマンスもさることながらめっちゃ良かったなって思うっすはいはいはい確かにね他のグループって一人一人やって終わるみたいな結構イメージが強かったよねそういう感じだったもんね確かには あれ多分福も多分なんかサイファンの中で一番好きみたいだったと思うんだよね。あたっすね,ね。そうだよね。だから本当にそれこそ ABC、うん、とか見てたら確実に後ろにこう合いの手入れてるんだけど、されてる人とかもいたんですよ<ー>だから自分、えー、合いの手消されてんの <laughs> 思ってたらしっかり入ってて、あしゃーみたいな、来 <laughs> た来た来た,たこれみたいな、<laughs> 全員大興奮ですよね。<laughs> はいはいはい、そうだよね。そんなとこ出るだけで普通に嬉しいんで、そっかそっかそっか映ってるよ、自分みたいな。 評価の時にレックスがリーラムくん一番好きっすね。うん、熱い、あじゃ <laughs> 熱い、もうやべえ。<laughs> <laughs> もうまさにあのまんまの素の反応っすよね。あれは本当に。なるほどね。大喜びっす。<laughs> <ー> <laughs> そっかそっか。<ー>まあそうね。サイファーに出るだけでもね十分なんかその、うん、まあもちろん勝ち上がっていく良さもあるけど。はい、サイファーからねこうどん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 行ってる人もいっぱいいるし。そうですね。本当に。うん,う,んう,んうん。なんか。 いい感じに前に出て俺もすごい目に留まったしめっちゃいいなと思ったしそれから呼ばせてもらったんですけどいやちょっと嬉しいっすね普通にマジで最高でした最高でしたね最高っすねえ実際になんだけどまあ結構ちょっと調べてるとそのラップとかミックスマスター MVMV 制作どのくらいやってるかちょっと分かんないけど結構いろいろマルチにやってるというかまあそうっすねでできるる範囲ではやってる方 でではあると思うすねビートが自分は作れないんですけどはい、はい、ビートメーカーは常に募集みたいなことをとしても誰かいないかなみたいなのを思ってるんですけどうん、うん、それ以外は大体自分で、まあ、学びながら YouTube に学びながらとかもっと。 スタジオの,その DJ の人とかにこう聞きながらとかこの自分なりのやり方でいろんなとこから吸収してやっってるっすねそれはどういうのをやってるのミックスとかマスターとかもいろいろミックスとそうでミックスとマスタリングもちょっとやってて、はいまあ、ビデオもクオリティはまた話しちゃうと思うんですけどでも自分たちにできるこの一番高い感じの自分たちにできる最高は常にもやってるつもりですね。 カメラとかもなんかそれなりの使いながらそれなりいつでもまあ数万なんですけどだからまあいいカメラ欲しいなとかもちょっと思いつつでもやっぱラップしないと自分はうだよね思いながらやっぱりそのできるとは言いつつもやっぱプロの方がいるじゃないですかまあいいかつつつつまあ中にはそうねビデオだったらビデオのプロのディレクターとかまあそういう人もいるだろうしまあミックスマスターとかもまあいるにはいるじゃないですか,かまあそういるうね なんか時期が来たたらまあお願いしたりとかかもあるのかな,みたいなでもやっぱできる範囲ではこう自分でできるようになってた方がそういう時にこうイメージも伝えやすいじゃないですか,か MV 作るとか曲作るうこういう感じのミックスがいいですとかこういう感じのエフェクトないですかみたいなとか自分でできるようになってた方がいろいろ進むのも早いかなみたいな思ったりとかだから学ぶっていうかそういうのは好きなんで結構ずっと見て勉強しちゃうっすねなんか。へー いいんかそこまでやってる人結構少ないというかまあ全然そのラップ俺はラッパーだからラップしかしないんだよみたいなそれも全然ありだとは思うんですけど何かいろんなところを勉強し続けるって結構重要というか吸収することの重要者重要者って言っちゃったけど重要者重要さそうね吸収とか学習というか結構重要かなと思うからいいっすねいいっすね。その姿勢がめちちゃゃく みたいなそうですねで俺も常に勉強しようっていう気持ちも常にあるしそこはめっちゃなんか俺もすごいリスペクトできるなと思いましたすみませんちょっと音が回ってなかったごめんなさい全然大丈夫です全然大丈夫フーディーは外したこと外したってことでフーディーとこれはナルトのベイプとベイプのネックレスそうですねってことですねベイプが好きなブランド結構ソース昔から好きでやっぱりなんかこうどっかで ビビッときたというか、まあ、それで、もうベイプやっぱめっちゃかっけ。えこの猿たち、何者だよ。二、二号って何者。猿なんで猿みたいな、のめり込んだというか、デザインがやっぱ好きなんで。まあ、それでもうずっとハマってますね。はい、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 もう本当に。なるほどですね。まあ、基本的に、まあ、まあ、ベイプは勝負服はもうベイプで。ええ、決めてます。決めそれは日本のブランドだからっていうのは。あるの いやあ、まあ、それもまあ多少はありますけどどっちかというともう本当にデザインがもう好きではまったみたいな入り、うんうん、はまさにそこみたいなでもまあ日本のブランドだし、まあ、今はちょっと違うのかもしれないですけどうん、うん、親会社が台湾か香港のかね。変わっちゃったんですけどでも俺は別にそんなん関係なくて好きだから着てるみたいな感じっすね。うううんうん、うん なるほどすねちょっとアニメの漫画今ルトの服着てますけど漫画とかアニメとか好きっすか漫画はめっちゃ好きっすねアニメもよく見てたんでめっちゃ好きっすねはいはいはい子供の頃とかはそれこそ漫画好きな漫画だったら全巻集めるぐらいめっちゃ好きで強いななかなかじゃね全巻集めるって本当ににあの頃は親とかに買ってもらってたんですけど月に一冊買ってもらうみたいなたまにこの ちょっとお願いして、こう全巻一気に買ってもらったりとか、うん、そういうのもあったですね。未だにこうちょっと捨てられない漫画が本棚に結構あるというか、うんえー、結構好きですね、漫画は。なるほどですね。自分の中のトップ3の漫画、はいはい、アニメありますか。はい、トップ3ですね。まあでもブリーチ、はい、マジ好きだし。うん ブリーチハンターハンターはもう前回揃えてるんですよ。はい,は,いはい。前回やばいね。前回。まだ終わってないんだっけ。ハンターハンター。まだ終わってないですね。そうだよね。早く進んでほしいんです。進んで。ずっと進まないんだっけ。まじで進まない。<laughs> 書いてくれ。とかし書いてほしい。マジで <laughs> そうだよね、はい。で、まあ、あとはアニメになっちゃうんですけど。うん なんかそのデュラララっていうこのアニメが、小さい時見た時めっちゃ衝撃受けたというか。めちゃくちゃ面白かったですね。おお、なるほどですね。ナルト入ってない。ナルトは入ってな、うん、<laughs> いうですね。そういですね。ごめんなさい。これは。服 <laughs> は着てるけど。服は着てるけど申し訳ないです,、ねいすね。え、デュラララは、まあ、これちょっとでストーリーが、はい、それはあんま分かってなかったんで。そこだけすみません。しあ<ー>、いいですか。説明をもらって。そのアニメはなんかまあ池袋が舞台で。なんかその。うんはい 普通の高校生みたいな入学してきた。高校生が結局住んで、はい、まあそこにいる。このカラーギャングとかはい、はい、まあ他のま怖い人たちみたいな勢力。いろんなのがありながら、いろんな事件にこう巻き込まれていくまあ、普通の言うたら男子高校生がこの非日常に巻き込まれてって、うんうん、その非日常が普通になってってみたいな感じで始まるんですよ。で、そこになんか出てくる。その首なしライダーみたいなバイクに乗ってる、はい。 それがななんかなどっかの神話の,そのデュラハンっていう首なしの馬に乗ってる妖怪幽霊分、まあ、かんないけどそれをモチーフにしてるうん、うん、首なしの,そのバイクライダーみたいなのがうん、うん、いてそいつをこう中心にこう池袋の中でいろんな事件が起きてくみたいなそのアニメはなんか今まで見てきたアニメとこうテイストが違いすぎるみたいなそこになんか衝撃を受けて主人公もいるけど主人公 こうだけの,この話じゃないそいつじゃない話もこう深掘りどんどんしてってで起きた事件に何かこのいろんなやつの視点からその同じ事件をこの追うではないけどこいつがこれしたからこの事件が起きたのをこの別のやつがその事件に巻き込まれてとか,んなんか結構多分オムニバス形式みたいなの呼ばれるはいは,い,は,い,はい,、はい、いろんなやつの視点でうん、うん。 同じ展開をこう追ってっているみたいな<ー>それが結構衝撃でもうキャラとかもそれぞれ個性が強すぎてそれがめっちゃハマったっすね<ー>小6とか中1ぐらいの時めっちゃハマってへ<ー>、はい、ええあれって漫画はないんだアニメしかないですか多分小説「ラノベ」みたいなのが原作でだからラノベは俺も読んだことないんですけどアニメでやってる時にも追ってましたねガチそれはもう終わってるんですか多分終わっ そうすねアニメはもう終わってて小説もちょっと続いてんのかなみたいな感じですけどでもおすすめだからマジ見たほうがいいですぜひぜひドララは確かに何か俺何人かして話ですけどおすすめアニメとかドララは初めてですわあ本当ですか結構難しいですけどハマったらハマるっすねめっちゃ面白いっすなるほどねやっぱなんか漫画とかアニメって結構さ日本の結構世界に誇るカルチャーっていうかあそうっすねどころあるじゃないですか だからなんかなんかなんか、結構毎回なんか話したりするんですけどなんかおもろいっすよね、なんでこんなに漫画とかアニメとかが海外でこんなには、ね、や、うん、ってるのかなんうどうしてなんですかね、うん、なんか。でもやっぱり、まあえー、設定がとかなのかなでもやっぱり日本の,その芸術に対するこの昔から多分あると思うんですよね、絵とかもそうだし、まあ、絵は世界的にもそうか、うん、でもなんか。 この奥ゆかしさみたいな,とかをなんかこの日本人のこの奥深さでなんかこういうアニメとかを作るとなんかそういう風になるのかなみたいなのがちょっとそれこそ「カートゥーン・ネットワーク」とかもめっちゃ好きで小さい時と,とか見てたんですけどなんかそういうアニメってなんかちょっとこの。 ブラックジョーク入れながらちょっとアメリカだなみたいにな,なるじゃないですか,か奥深さみたいなあんまないみたい言ったら別にいいんですよ <laughs> それはその楽しみ方ができるから <laughs> なんか日本のアニメとかはもっとこの人間の情緒とかをこうしっかりなんか捉えてるいか<ー>あ確かにに確かにそういう人なのかなみたいなのもあったするので本当にそれこそメキシコ行った時も週一でなんかこの広場みたいなところでアニメのコミケですよね言うたら。 漫<タッ>画とか誰か描いた絵とかが売られてたりとか<う>コスプレしてる<う>メキシコ人がいっぱいいたりめっちゃ浸透してんなみたいなすげえなそうなんですよだからやっぱ日本はもっとアニメとかそういうのをマジやった方がいいと思うだ,よねだから誇れると思うしもっといろんなとこに出すべきだろうね 俺がさ個人的にめっちゃさ見たいなっていうのがあってそれはそのなんかアニメの主題歌だったりとかさそういうのにラップとかを使うっていうのを見たいなっていうふうに思っててんかめっちゃ合う気がするんよねヒップホップとか結構ああまあまあ確かに最近結構やっ、ね、増えてきてるよねうん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 なんかまあアクロさんとかも多分そうだ、ね、やってると思うしはいはいあはい、あ ポップがどれだけでかかくなるかにもまあか,かってるももしれないで,すけどでも全然やった方がいいっていうか昔とかもそれこそリップスライムとか多分いろんなアニメやってたじゃないですかもっとそういう感じでいろんなアーティストがフックアップされてもいいかなって自分は思いますけどねえそれについてどう思う,そう,そうやっぱさ日本 のさまあ日本のって言ったら変だけど、うん、まあ世界的にもそうなのかもしれないけどそのヒップホップがメインストリームになることに対してうん,、うん、なんかあんまよく思わない人とかも中にはいるわけあそう例えばアンダーグラウンドで自分たちのスタイルでやるのがヒップホップだみたいなそういうなんか考え方ある人もいると思うし、はい、逆にまあヒップホップがメインストリームになった方がいいと思う人もいると思うんだけどそれについて思うこととかある T−LAM は。うーんまあ、自分はそいつがどういうスタンスでやってるかが一番大事かなと思ってて。 まあアングラーでやるべきだって思う人はそのアングラーでやればいいと思うし、うん、まあこのオーバーとかこのメディアとかにもっと出るべきだみたいな思う人はそういうふうにやればいいと思うしなんかそれぞれがそれぞれのやり方をすればいいかなって思うんですよね。そ,それはなんか完全に畑が違うっていうか同じところから出てるけどもう全くの別物になったみたいな,なんかそれをなんかお前は良くてお前はダメとか言うんじゃなくてまあ普通にそれぞれをこう受け入れてそいつらはそいつらのやり方でやってるじゃんみたいな。 逆に言ったら US とかも今メインストリームに完全に来てめっちゃこのギャングとかだった人も普通にラップで成功してお金持ちとかなってるわけだしなんかそれをなんか逆に否定することもできないといううだからなんかうんまあそいつがやりたいようにやってそいつが幸せになる方法があるならそれでいいのかなみたいなお金稼ぐが目的ならそれでもいいと思うしなんかこう仲間と。 ハッピーに過ごすとか何でもいいんですけどそいつの目標を達成できるやり方でヒップホップっていうのは広がった方がいいなとは思うんですよね自分の好きなカルチャーでもあるからいろんな人にもっと知られたいっていうか自分もそうだしヒップホップ自体ももっといろんな人に届いた方がいいなみたいな届いいいいほほしなななみた思ますすねねるどちなみに自分のインスピレーションだったりとか好きなアーティストなのかサウンドなのかとかってあったりする これもまた一番決めろって言われたら難しいですけどもはい、はい、こういう時は、うん、あ大体自分があげるのは大体トラビス・スコットあいつは神だろうみたいな<おー> <laughs> 確かにねマジでやばいっすねどの曲聴いても結局こいつかましてんじゃーって、うんみたいなはい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 はもはい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 はなんいは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 いそのはい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  曲のもともとあった良さをこのリミックスでトラビスのやり方でもっと増大させて聴かせてくるみたいなそれこそ昔で言ったなんかピットブルみたいな,はい、はい、な100円でもしっかりかますんだみたいな。 その感じがめっちゃ昔から好きで、トラビスはもうサウンドもめっちゃ神だし、声とかももちろんめっちゃ好きだし、すべてがゴッドだなみたいな、すべてがゴッドやなって。てがゴッドだなと思いますね、その時めっちゃ好きっすね。そっかそっか、トラビスの最近のアルバムとかもやっぱ全部聴いてる全部聴いたっすね。バイトしながら、夜勤しながらずっとそれ聴いて、高めてたっす、自分を。なるほどね。こいつとならやれるんだ 乗乗りり越越ええててききたたんねねトラビスのアルバムなのか曲なのかを挙げるとしたらトップソングとか何になるまあ全部っていうか結構いろんなの好きなんだけど全然いいですよチェックしてもらってもちろんもちろんトラビスやっぱすごい好きな人多いよなやっぱあいつはすごいりきたりになっちゃうですけどやっぱいいっすねトラビスそうでトラビスは確かにいいわ普通にいいわそうですねあいつは あまあでもやっぱり一個前のアルバムとかのがいいのかな好きで言ったら結局「アストロワールド」<laughs> あ結局ねあれはなんかこのコンセプトからもうかみかかってるそれこそ自分がもうこの US とかにこうのめり込むきっかけになったのがそれこそ,そのネットフリックスでトラビスの「うん、あ Look, Mama, I can fly あ LOOKMAN m a n f l ああそれあれ見て ああやべえんだかみたいな曲もやばかったけどその人となりを知ってもっとこのめり込むっていうか、はい、うこうヒップホップの良さにこう気づいたというかヒップホップってんかそういうとこあるじゃないですかあ,るあるそいつがどういう人間でどういうことを歌ってるのかそれめっちゃそれ見てくらってからはもうこのアルバムをもう耳がタコできるぐらい聴いてすげえな本当にこれはアルバム自体がもう完全に。 もうこれはベストというかもうこれ以上ねえだろうぐらいの完成度だなって思うですねその動画もネットフリックスの動画も込みでこれも一番から順番にこう聞きたいというかぐらいのすごいやっぱどの曲っていうよりもトラビスがいいなと思って思う人間がやっぱりいいですよねこのそういあいつもこのいまだにそのミックスとかを突き詰めてるというかいい曲を作るにはこの。 それについてずっとと考えるこみたいなそういうスタンスでやってるみたいなインタビューとかでも見たんでなるほどねマジ神だなみたいなこのレベルの人でもまだ学びの姿勢なんだみたいな確かに確かにそれはそうだねすげえなと思うっすよねはいはいはいなるほどっすねそっかそっかまあどうっすかこれからまあねこうまあ一旦ちょっとラップスターもちょっと落ち着いたというか感じだとは思うんですけどここからの D ラムとしてのかヨレオンスタジオなのかんかこれからの動きだったりとか はい、目標だったりとか,なんかそういうのをあれば聞かせていただきたいなと思ったんですけどうん、まあ、そうっすねなんか自分らも、まあ、ラップスターがこの挟まったから一気にここで知名度じゃないですけどうん、うん、ちょっと見てくれる人増えたっすけどうん、うん、でもその前からまあなんていうんですかやってるコンテンツじゃないけどとかも、うん、あったし曲もずっともうクルーでも自分でもこう出し続けてはいるはい,は,いはい。逆に言ったらやること自体はそんなめっちゃ変わんないのかなとは思うしん,んかこのまあもちろん曲を出すし。はい YouTube とかももちろん撮り続けるっていうそういう自分らの今持ってるそのコンテンツみたいなのをもっとこう広げられるようにっていうかまあ今ここで一回目に止まったんでもうちょい衝撃っていうかみんなが見たことないこともうちょいしながら自分らが楽しむっていうのが一番ベストかなっていうかなだからもう本当にいろんな人とまあ曲とかも作りたいしまあそこからまだまだちょっとやりたいこといっぱいあるんでそういうのとかも。 ようやくできるのかななみたいなまだわかんないですけどやっていきたいですね本当今年とかから本当にうん、うん。なるほどね、うん、やっぱ変わった感じする多少ははいはい、はい、まあいきなりお金がバーン来たわけじゃないですけどでもなんかこのやそもそもこのラップスターに受かった時点で。うん このやっっててきたこと間違ってなかったたななみたいな感じう、ね、まあ一応誰かにこう評価されてはいるんですけどでもなんかこう誰かの目に留まって実際こうやばいって言われてるしじゃ自分のやってきたことじゃ間違いじゃなかったんだなみたいなじゃあもっとそれの規模感をもっと自分なりにこうでかくしていけばもっと見てくれる人も増えるし、うん、やばいって言ってくれる人も増えるなみたいな。うん、だまあそれを、まあ、今自分が ラップスターに出ちゃったからなんかこの出ちゃったとか出させていただいたからこの自分が今このなんか飛び抜けてるみたいな,なんかコメントとかでもよく言われるんですよねクルーの,なんかこの D ラムは飛び抜けてるからかソロでやった方がいいみたいなそれはそうなんですよそみんなソロでやってる中でクルーでもやってるみたいな感じだからそこは変わんなくて逆に言ったら。 自分以外にもやべえやついるぞ俺の仲間みたいなそういうのはもっと知られたいなって思いますよねほ、はい、になるほどね、はい、やっぱあくまでもクルーで <laughs> まあそうですまあもちろん逆に言ったら自分はここからソロ活動もしっかりしていこうかなみたいな自分単体の曲とか、まあ、名義で曲出したりとかアルバム出したりとかはまあ考えてはいますけどうん、うん まあ来るまあその仲間もいての D ラムなんでそ,、ね、そこは忘れないようにというかそれこそ感謝でありがとうっていうのはみんなのおかげで曲が今日も作れてるよというかういそこは忘れないようにやっていきたいですねいいっすねいいっすねなるほどですねリリースの手とかあんまりないんだまだ今はまだないっす今はまだないんだ <laughs> でもちょっとこれからちょっと沖縄とか行ってその友達仲間カメラマンのあそっか沖縄行くっつよね沖縄行きますねそうだ、はい、そのラム連絡来たもんね 俺らも行くんすよあ、本当。今週末から沖縄に行くんですかそうなんですよ俺ら十二までいるんですよねああちょうど入れ違いちょうど入れ違いなんですよなるほどなそうマジかみたいな惜しかった惜しかったね沖縄でビートアップリンクアップできた最高やったいやめっちゃ最高でしたねまあまあ次の機会からそうですねそうですねだからまあ沖縄行ってまあ新しいまあそれこそうん。 2週間ぐらい多分自分ら行くんでバカ行くんすよもう金全部そこへ突っ込むぐらいなねでいねいいい。じゃ遊びまくろうぜみたいなはい、はい、もうそこで機材とかも持ってって曲いつでもこう作れるようにするしていくんではい、はい、そこでやばい曲ちょっと自分もそうだし仲間とも作ってちょっと。 夏までにお届けできるんじゃないかな。おへ、えー。じゃあワーキングホリデーじゃないワーコリデーみたいな感じで、はい、ワクー,ーションバケーションおまちょっとわかんないですけど。そんな感じす、ね。そんな感じでね沖縄行くっていう感じですね。はい、おへ、えーなるほどなるほど。じゃあね多分ねあの今回のリリースとかもあの楽しみにしてる方といるんで、はい、いると思うんで、はい、あのインスタグラムとかからどういうところをチェックすれば D ネ、はい、ーラムの動きを知れましょうか<ー>知れるでしょうか。一番インスタグラムか。はい。 まああとはこのよれおスタジオの公式の,の YouTube に今実家スターは多分ここからもどんどん上がっていくと思うんで、それをもう追っかけながら、ちょっとリリース情報とか、あとイベントももしかしたらやるかもしれないんで、はいまあ今、ちょっといろいろ企らんでるんで、インスタとか YouTube とか、ツイッターとかにも一応載せると思うんで、ちょっと各種 SNS、しっかりチェックしてもらって。ぜぜひひ よろしくお願いします。いますということで、これからね、活躍すると思うんで、ぜひぜひ皆さん、フォローと注目をよろしくお願いします。はい。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。